お腹すかない？着いたら何か食べようか。賛成。お腹が鳴りそうになっちゃった。何がいい？湯豆腐かな。じゃあファミレスにしましょうか。兄さんも来ているしね。料理で大変なんじゃないかな。いくら疲れていてもお墓参りは欠かせないでしょうから。そうだね、2人も同じでしょ。終わった後は電源入れてたのよ。もしもし。ごめん、ちょっと用事ができちゃった。え？じゃあお昼は？お金だけ渡すからみんなで食べて。バタバタしちゃってごめん。それじゃ失礼するわね。しょうがないな。うん、それじゃあ食べよっか。湯豆腐でいい？この駅前で湯豆腐を食べさせてくれる店なんてないと思いますよ。どうかした？誰かいた？タレント？こんな町にタレントなんて来ないと思いますよ。そうかな。たまにナイトショーとかやってるよ。タレントとは微妙に違うような。ああ、そうなんだ。きたきたっと。冬はこれに限るよね。千尋？千尋ちゃん？りした。本当。何やってるのかしら。ご飯が食べたいみたいだね。一緒に食べる？自分で払う？とりあえず私たちはお先するね。ひろっちが買い物に付き合ってくれって服でも買おうかと思って。電車に乗ってね。私は金欠だから見るだけだけど。あ、決まったよ。私は決まってるから。すいません。呼び出しボタンがあるって。けどサンデー連れて入って平気なの？空いてたの？お父さんからだった。恭介のことなの？わからないけど、時間があるなら病院に来るよう伝えてくれって。そっか、トーリさんのお父さんお医者さんなんだっけ？うん、あの病院か。悪いね、わざわざ。外来がないだけだよ。ああ、そうだな。そこら辺でお茶でも飲むかい？そうか、ならここでいいか。誰が歩いているわけでもないし、恭介君に聞きたいことがあってね。マージという名前、耳にしたことはあるかな？だろうね。出回り始めているようだから。カビのように。ところで、なら通りはどうだろう。手に入れたような様子はあるかい？そうか。まあそれはどっちでもいいんだが、そもそもマージはただのドラッグとは異なる。君はマージがどういうものか知っているのか？時間の素行が可能になる。遡れるのだ。それ本当だよ。まあ一般的に言う時間旅行とは少し異なるが、作ったのは私だからね。作ったというのは詐欺かな。正確には手伝っただけだ。ああ。だから私はそう信じているよ。ああ、君は気づいていたかな？この病院には精神科があることを。うちで勤務する精神科医が偶然発見した物質なんだがね、彼のもとに一人の患者がやってきた。主訴はこうだ。夢の中で時間が流れてしまう。夢の中で3日が過ぎると、現実の自分の肉体にも3日が流れているというのだ。最初彼は強迫観念と診断した。だがやがてその子は死んだ。老衰。カルテを見せてもらったが、まだ19歳だった。夢の中では一晩で何年もの時間が流れていたそうなんだ。最初は信じられなかった彼も、ついには認めざるを得なくなった。その子の中では夢で流れる時間は現実と同じだと。死体は残らなかった。風化してしまったんだ。無論極秘として隠蔽した。夢の中の時間は徐々に長くなっていったらしいのだ。最後の夜には一体何年の時間が流れたのか。そう。そして骨すら残らなかったベッドの上に一つの結晶が取り残されてね。マージはそれが元になっている。まさか、そもそも死体の一部ではないはずだが。組成を調べ、一から作ったんだよ。やがて試作品ができた。私が参加したのはそこからだよ。つまり自分の体を使って実験したわけだ。そしてやがて完成した。完成だ。そこが通常の時間旅行の概念と少し異なるところだ。マージの夢の中はいわば現実に縛られている。つまり夢の中で行う行動の全てが現実に影響を及ぼすわけではないのだ。例えば君がマージの中でテロルを企てたとしよう。だが現実の君はそんなことをするはずがない。そうである場合、夢から覚めてもそれまでの日常に何ら変化はない。わからない。それが私たちの限界だった。実際もどかしいものだよ。さてここからが本題だが、マージをトーリに渡してくれないか。そういう意味だが、トーリはきっと欲しがるのではないかと思うからね。マージを作ったのは私自身のためだが、ある意味ではトーリのためとも言える。頼んだよ。そう、君はどうする？君も欲しいかな？欲しくないなどということはないか。私はたくさん持っているのでね。うん？しかし私は生きてるよ。両方を守れば心配ない。彼がそれを身をもって教えてくれた。1日1回、連続使用は2週間まで。それを守りさえすれば、問題が生じる可能性はかなり低いはず。伝えたはずなんだが、クミンには関係ないということか。それじゃあ頼んだよ。そうそう、私からということはトーリには内緒にな。きっと欲しがるのだから、いらない反発はなるべく起こしてもらいたくない。いただきます。